今から始めるのは秋田の文化魅力再発見、秋田の師匠に出会う旅というものです。その名の通り、秋田県に伝わる伝統芸能を私たちわらび座のメンバーと、それから秋田の師匠とともに知る、見る、やってみることで、その芸能の魅力を存分に体験してもらうという約2時間のプログラムになっています。今日の芸能は白岩ささら、師匠は白岩若者会の皆さんです。白岩ささらがどんな気持ちを大切に受け継がれてきたのか、綿密な取材をもとに大胆に創作しました白岩ささら物語をご覧ください。おはようございます。これから始まる物語は白岩ささら伝説の名人茂の話だ。時は太平洋戦争が始まる頃、今から80年以上も前になる。これがささら。これを鳴らすのをするという。だからささらは踊るんではなくてするというんだ。ささらはお盆の供養の時にすられるが、とにかく動きがきつい。だから茂はきっついささらするなんて俺はやった。そのことを不満に思っていたのが隣の家の娘っ子稲だ。おい茂、おめえいつまで逃げてんだ。逃げてる？ささらから逃げてるべ。待ってよ、タームショートきっつい上にきっついささらでやってられるか。俺が男だったらやるのにな。でも代わりにやってけね。バカ言うな、このこじらし。しげるは山の上で見事な踊りを踊るゆりという娘に出会った。なんて綺麗な娘っ子だ。そう、一目惚れだ。さてこの勢いに、しげるはゆりにプロポーズ。俺の嫁っ子さ、待っててね。私があなたの嫁っ子？だども、ユリの父親は家具立てでも指折りの金持ちだった。お父様は何をしているんだす？白岩の村長さんですか？おどはいね、おかと田んぼやってる。大きな田んぼですか？いや、もともと小作だったから。せば私のお父様が何と言うべ。せめて若者会の会長だったら。わかった、若者会の会長に立ってみせる。頑張ってね。あ、しげるは太一のもとへ飛んでった。太一さん、なんとしたら若者会の会長になれる？白岩で一番の米を作ったらみんなが認めてくれるかもな。わかった。しげるはわずかな田んぼで必死に米を作った。収穫を目前にして台風で広区内の橋が流されるほどの水害に遭い、全く米が取れなかった。くそ、来年の種もみもね。お、遠からともなくささらの音が聞こえてきた。ぼんでもねえのに、なしてささらする？ささらは作神様だから、来年のために刷り直してんだ。作神様？昔凶作が続いてたくさんの人が眠くなって、祭礼が全て禁じられた。だども、おかみさん見られねえよう山さひゃってささらを刷り続けたら、本当に獅子が現れて害虫を追っ払ってけだ。だからささらをやる集落は豊作になる。そんとバカな話があるか。騙されたと思っておめえもささらやってみれ。何迷ってんだ、いい米作りたいんだべ。ああさっさと決めろ、このほちなし。よろしくお願いします。こうして
しげるはささらを習い始めた。せーの、ほい、ぼってぼってまる、ほい、ぼってぼってぼって、ほい、首を激しく振る、はい、結構高く上げて、ほい、本物の獅子が生きてるように踊るんだ、これ、はい、マジよ、本物の獅子見たことねえだもん、はい、ヘリクス言うな、少しでも上手くなりたい、村のみんなに喜ばれたい、だから俺は獅子になる。3年が経った。白岩のささら衆はお盆に一日だけ函館の旦那の家を回る。そう、あの百合の家の庭で茂はささらをすることになった。茂さん、ずいぶん私を待たせましたね。お嬢さん、この茂はとうとう村で一番の米を作れるようになりました。その頑張りを認めて次の若者会の会長に推薦したいと思っています。そうですか、とても嬉しいです。タチさん、俺を推薦してくれるのはありがたいが、俺はそんな器じゃねえ。若者会卒業するっす。え、なして俺より先に。イネと初対もつれと思って。え、イネ、俺と結婚してけれ。ダメだ。まして卒業したらささら辞めるんだべ。結婚できない。なして。俺、おっ母から言われてた。男さ惚れるならささらさ惚れろ、ささら上手さ嫁に行けって。ささらやるほど根性あれば何やっても一人前にやれるってことだべ。ああ、おめえは一生ささら上手でねばダメだ。だったら結婚してやる。わかった、ささらはやめね。本当か。ああ、こうして二人は結ばれた。そして今ではその孫もひ孫たちもささらを吸っている。え、ゆりはどうしたかって。ちょっと忘れてたでしょ、私のこと。3年も待ってたのに何なのこの展開。責任者連れてきなさいよ。いや、あの、ゆりさんはしげるよりももっといい男と結婚して幸せになりましたとさ。トッピンパラリのふー。え、それで済ませるつもり。ちょっと待ちなさい、待ちなさいよ。綿密な取材をもとにした、わらび座による白岩ささら物語でした。さあ、続いては白岩若者会の皆さんによります、実演をご覧ください。それでは登場していただきます。どうぞ。はい、今から寝回りという演目を見ていただきたいと思います。それでは若者会の皆さん、よろしくお願いいたします。Thank you.
々のところありがとうございます。せっかくなんで、まあ、興味ある人は持っていただきます。おー、これ頭に乗せてるんですよね。そしてあの激しい動きですよね。そうです。首もげないですか？もう痛いですね。もう首も痛いし、顎も痛いし、顎一番きついかもしれない。顎グッとやっぱり締めるから痛いです。まあ、先輩方、兄さん方から今日良かったよとか一言言ってもらえるときがやっぱり一番嬉しいですね。なるほど、はい、ありがとうございました。千葉さんに貴重なお話を伺いました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。せーの、外、前、内、外、前、ここに白岩ささらサポーターに認定します。